ボードオブディレクターズ WC カウマネージングディレクターウィズザ・サルタン・オブ・スウルーエリア・オブ・ザ・チャータード・カンパニーエスプロパティ・北ボルネオ会社またはイギリス北ボルネオ会社は北ボルネオを統治するために1881年8月にアルフレッド・デントラが設立したイギリスの直居会社1881年8月北ボルネオ会社設立設立当初は 北インドの宿教徒を警官とするために連れてきて法律を制定した。そして貿易を盛んにし政治システムや法や罰則を施行するための裁判所を導入し、ジェッセルトンからテノムまで鉄道を敷き農産物のバーター貿易を奨励しプランテーションを増援した。1882年北ボルネオ会社はガイア島の居住区に創設され1年後に本国より サバ州統治の委任を受けた。1888年北ボルネオが大英帝国の保護領となった。しかし1897年にサバの部族によってガイア東京住区が襲撃されて焼け落ち、以後再建されることはなかった。1946年まで国内問題は北ボルネオ会社によって収められた。ありがとうございます。